Thank you.
どうかしたのかい？へえ。いや、僕よりははるかにまともだ。僕の家の冷蔵庫は缶ビールしか入ってない。僕が飲むんじゃない。あの冷蔵庫は友人専用機なんだ。まあ、それはともかくとして、単に料理をしないタイプだったのかもしれないよ。博士が調理場に立つ姿は、とてもじゃないけど想像できない。可能だろうね。物理的に消去したってことだね。その可能性はある。それならば絶対にデータの復旧はできないしね。着眼点は素晴らしい。キリュウ君、そろそろいいかい？いや、何も。なんだか自分が何を求めてるのか分からなくなってきたよ。ははは、西野園君に怒られそうだね。
多分ね。だから手がかりになるようなものは何もないと思うよ。明らかに怪しい場所とか重要な証拠になるものを犯人が見逃してるはずがない。僕らが探すのは犯人がうっかりしそうなさりげない物証だ。キリュウ君、そろそろいいかい？何か見つかりましたか？いや、向こうは。ええ、ちょっと面白いことを見つけました。まあ、見ればわかります。見ててください。鍵を開けて。うまいもんだね。閉めることもできるんだね。鍵を閉めて。さあね、頭のカメラの映像ではないと思うけど。ああ、この手のところに赤外線センサーがついている。これでドアまでの距離を測っているね。それから自分の位置はここからレーザーを出して測っているようだ。レーザーを四方に出して壁からの反射を見るんだね。位相差でミリ単位で距離がわかる。鍵をかけたり外したりはできるけど、ドア自体は開けられないし、閉めることもできないみたい。
それは無理だろう。マガタ博士が遊びで作ったんだろうね、きっと。ねえ、ミチル。はい、私はミチルです。私は萌です。あなたは萌です。私は？あなたは萌です。あなたは？私はミチルです。一人？一人は孤独です。孤独？孤独は7です。7は数字です。1たす1は？1たす1は2です。756×134 は？ 756×134 は？できないのね。できないのは頭が悪いから。どういう仕組みなんですか、あれ。ああ、簡単なプログラムだ。言葉の意味を理解しているわけではないんだよ。音声認識して簡単な文節解析をする。それで単語をデータとしてそのまま記憶する。その時に会話の近く、あるいは同じ文章に出てきた単語をリンクさせて、データをメモリの近くに記録するようにしている。返答をするときは、たまたま過去に経験した会話の関係で、そういった近い位置の単語が選ばれて出てくるんだよ。しかし、数字の7が孤独とは哲学的だね。同じことを、マガタ式博士がおっしゃっていました。ミチルはマガタ博士と以前にその会話をしたのね。はい。いえ、あまり詳しくないです。ただ、私から見てもそのベッドカバー、お世辞にもうまいとは言えないわ。パッチワークの材料ですね。
パーティーでもやってたんでしょうか。そのベッドにも人が隠れるようなところはないですね。このぬいぐるみ、博士が寝るときに抱いていたのかしら。そんなわけないでしょ。寝相の悪い人はダブルベッドを使うと聞くね。落ちないように。それマガタ博士のイメージじゃないわ。まったくだね。何か見つかったんですか？タロットカードですね。
まあそうだね。いや、別に。それにしても、ここにはカメラどころかオーディオもないね。音楽を聞かれなかったようだ。それからビデオカメラもない、新聞もない。まるで僕と同じだね。新聞ってその日のうちに捨ててしまうようなことはないだろ。でもテレビはありましたよ、仕事部屋に。そうなんですか？壊れてたのかしら。博士も気づいたのさ。どんな時代に生きているかなんて正直なことなんだ。先生だけですよ。手厳しいね。そろそろ戻ろうか。あまり遅いと望月さんたちが心配する。桐生さんは何か大きな収穫ありました？マガタ女子はここに15年いたんだ。
何か分かりました？そうですか。何です？それは。どうだい、何か分かりましたかね、先生方。なかなか興味深い部屋ですね。そうですね。ええ、どうぞ。本棚にずらっと並んだあれですか？あれがどうかしました？こっちは来たものをただ購入しているだけだからな。あれはもうずっと前だよ。確か真方女子がここに入ってきた頃じゃなかったかな。記録には残ってるだろうから調べておこうか。僕も実際事件との関連性となるとね。先生の方はどうですか？秘書に出し抜かれちゃいましたか？そうですね。そうそう、お聞きしたいんですが、15年前からこの研究所にずっとおられるのはどなたです？俺が。そうですよ。俺は例の事件があった時からいる。その時はここじゃなかったけど。どこにおられたんです？俺は真方博士の運転手だった。15年前に亡くなった真方幸郎博士の方だけどな。それでこの研究所ができた時も引っ越しを手伝ったりしていたのさ。そしたらあんなことになっちまって。まあボイラの整備とかいろいろ特技があったんでここに置いてもらったわけだよ。なるほど。では他にはどなたがいましたか？15年前からかい？そうだな、山根君は事件よりは後だね。そう、水谷君が最初からいるね。やつはただのバイト学生だった。他にはいないだろう。水谷君が一番古いな。次が山根君だろう。では、15年前の事件があった時からここにいるのは所長夫人と望月さん、それに水谷さんの3人だけですか？そういうことになるね。5人いたけど2人は死んだからな。いつの間にか年を取ったもんだ。西野園さん、よかったらちょっと私の部屋に来ない？
ちょうどいい。僕は水谷さんのところに行ってくる。後でそちらに行くよ。桐生さんは？よかったら西野園さんと一緒にどう？そう、残念ね。じゃあ先生たちとはどこでまた合流しましょうか。後から私の部屋に来てくださればいいじゃない。西野園さんはそれまで私の部屋で預かってますから、ご心配なく。ねえ、それでご迷惑でなければ後から伺います。ええ、じゃあ待ってることにします。水谷主任の部屋なら私のところのすぐそばですので、そこまでご一緒しましょう。もう私ほとんど諦めてるんです。だって本当に信じられない。全然原因がわからないんです。今ソースファイルを調べろって言われてるんですよ。だからちょっと古いファイルを図書室に取りに行ってきたの。もう10年以上前のものもありますから、磁気テープに入ってるんです。まずこれを入れ直さないとデジタルで検索できないんですよ。やんなっちゃうわ。ああ、そこの青いドアが水谷さんのところです。はい。早速ですが、15年前の事件について伺いたいんです。いや、あの事件のことは本当に何も知らないよ。いや、確かに僕はここにいたけどね、後になってから何があったのか話を聞いただけさ。あの事件の前は四季女子に何度か会えたんだよ。廊下なんかですれ違ったこともあったし、所長の部屋で会ったこともある。彼女はアメリカから帰ってきたばかりだった。天使みたいに綺麗だったね。14歳かな。天才少女。いつもテレビや雑誌の人が取材に来ていたね。それが事件から後は一度だって四季女子には誰も会えなくなった。ずっとだ、同じ建物にいるのにね。裁判の時にも彼女はここから出ていかなかったんですか？いや、二度ほど出たんじゃないかな。確か事件があって1年以上後だと思うよ。裁判は随分遅れたからね。でも僕は見てないよ。あの部屋にも入られたことはなかったんですね。ないね。昨日が初めてだよ。あの部屋に入った人は本当にいないんですか？僕の知ってる範囲ではないね。所長が入ることがあったかもしれないけど。そう、女子が拒否されるようになった。
マガタ博士の部屋を初めて見られてどう思いましたか？ありゃすごかったね。綺麗に片付けた。誰が片付けたんだろうね。誰だと思います？几帳面なやつだよな。しかしデータまで消していかなくたって良さそうなもんだ。女子のデータがなくなったのは痛い。実に大きな損失だ。何か価値のあるデータがあったんですか？人の命を奪う価値があるようなデータがあったんでしょうか？そんなものはないさ。確かに何千万か、もしかしたらそれ以上の価値のあるものがあったかもしれないね。でも人命と引き換えにはできないだろう。そんなことよりもさ、どうやって女子を殺したんだ？どうしたらあれができる？そのことで何かアイデアがありませんか？全然ない。皆目ダメだ。抜け道なんてない。絶対ないよ。この建物を作っている時から僕はちょくちょく来ていたからね。そんなの無理だ。あんなの人間技じゃない。なぜそう思われるんです？いや、別に意味はないよ。レッドマジックの今のバージョンはいつから使っているんですか？あれはそうだね、7、8年前になるかな。その前はバージョン3だったね。マガタ博士が作られたんですか？ああ、もともとはそうだ。バージョン3の設計は全部女子だよ。あ、でも4の時は僕らがかなり関わった。女子の設計を基本にして大幅に改良を行った。その頃女子はコンパイラも作っていたからね。まあどっちにしてもレッドマジックはセキュリティが完璧なんだ。どんな人為的な工作にも対処できる。あれはそういった危険が想定されるところで使われるシステムとして設計されているんだよ。あらゆるソフト的な破壊工作に対応している。あ、だからこそ今回のトラブルは脅威だし、実に困った問題だ。あんなことが起こってはならない。起こるはずがないんだ。最近何か新しいプログラムを入れていませんか？そんなのはたくさんあるさ。全部調べているところだよ。トロイの木馬だろ。それは考えた。ああ、その可能性もチェックしている。しかしやっぱり考えられんな。知るもんか、そんなことは。とにかく僕ら困ってるんだ。マガタ女子が亡くなったのも痛手だし、所長だってそうだよ。誰の仕業か知らないが、研究所の危機なんだ。うちのスタッフはみんな不満なんてなかったはずだ。
こんなところで働けるのは僕らみたいな人種には理想だからね。この環境を破壊しようなんてするはずがない。では、外部の人間ですか？いや、それはますますありえないね。確かに、そうだ。外部の人間には無理だ。機械に苦しむね。なぜこんなことをしたのか。まったく、何が目的なんだろう。そうですか。わかりました。そろそろ行こう、桐生君。いや、もう少し曲形博士について調べたいね。女子の妹は？彼女は女子の実の妹なんだろう。僕らの知らないことも知ってるかもな。今、彼女はどこです？ゲストルームのはずだよ。案内しよう。やはり、あまり曲形博士のことは話したがらない。まあ、当然の気持ちとは思うが。そうだね。May I hear about the schedule on which you visit Japan?Sure. Kanojo は Nagono のホテルで新藤所長と待ち合わせて、それから空港までタクシーで行き、ヘリでここまで来たそうだ。日程が決まったのは急だけど、ここには2泊する予定だったらしい。大体の段取りは所長につけてもらったようだ。さあ、それは今となっては推測するしかないが、どうやら研究所の公的行事ではなく、所長が個人的に彼女を呼んだようだ。だから他の署員は美希さんの訪問を直前まで知らなかった。そうだね。そのあたりのいきさつは少し似ているかな。それにしても、彼女もこの事態に困惑しているようだ。Excuse me, Mr. Saikawa? ん？どうしました？
なあ、所長のヘリから降りるときに彼女はバッグを一つ残してきてしまっただろう。あれには四季博士へのプレゼントが入っていたそうだ。できれば直接手渡したかったと。ぬいぐるみの人形だと言っている。当初の設計図から建設時に何度か検討された箇所はありました。初期の署員たちから要望を聞いて。ああ、こちらが完成後の見取り図です。改装の履歴、配線配置図もあります。もっとも建物の間取りが変わるような大きな配置替えはないですね。データベースに残された図面はこれで全部です。デッドスペースはないな。ああ、そのようだ。いや、差し当たりはこんなところかな。どうです、収穫はありましたか？ええ、まあ少しずつですが着実に。そういえば西之園さんは？彼女おとなしくしてるかな。まあだいぶ待たせてるしね。そろそろ島田さんの部屋に向かおう。どっちでしたっけ、島田さんの部屋。そこにかけてください。いえ、そうじゃないわ。先生方もコーヒー飲まれます？ええ、お願いします。ちょっと待っててくださいね。見てるこっちがめまいを起こしそうだね。西之園君、どうかしたの？ええ、ちょっと。私が VR カートに乗せちゃったせいね。何ですか、その VR。あの黒いコックピットの形をしたゲームのことです。ついさっきまで私あれに乗せてもらってたの。あれは
バーチャルリアリティの初期レベルの技術を応用したコミュニケーションゲームなんです。カートに乗って仮想の街を走り回ることができるのよ。しかもレスポンスを受けることで体感を伴うリアルな経験として近未来の街のドライブを楽しめるようになってるわ。レスポンスってシートが傾いて加速度を感じさせたりしてたあの機能のことですか？ねえ、それからゴーグルや手袋からもね。あ、ほら、自分の右手が画面に出てきたりしたでしょ？ええ、あれは違和感を全然感じませんでしたね。それから別の部屋にいる他の署員と競争したり、雲の上で話をすることもできるわ。ネットワークを介してるのですか？ええ。この部屋以外では他にどこにあるんです？どこにでもあるわよ。カートの端末は20以上あるわ。私みたいに部屋に持ち込んでいる人がほとんどだけど、1階の談話室にも3台置いてあるし。それにレスポンスがなくてもいいなら普通の端末でも参加できるわ。問題はその仮想空間内での出来事なのよ。実はマガタ博士に会ったんです。どういうことかな？多分誰かのいたずらだわ。誰がやったのかは特定できないけど、確かにミチルという新しい名前の登録があったわ。私がさっき調べた時にはログオフされていたけど。ちょっと待って、今ミチルと言いましたか？マガタ博士に会ったんじゃ。そう、ミチルという名前を仮想空間に参加している人のリストに見つけて、それでその名前に触れたら、ますます話が混乱してきたな。まず説明し忘れましたけど、 VR カート内では対話する相手の顔が表示されるんです。デボラに登録された映像データが使えるの。マガタ博士の顔はもちろんあるし、西野園さんたちの映像も玄関でデボラが撮ったはずよ。ミチルと名乗っていたその誰かはマガタ博士の顔を使って喋っていたのよ。なるほど、ようやく話の辻褄が合ってきたよ。マガタ式女子の映像データも誰でも使えるから、多分コピーして使ったんでしょうね。声は？あれは確かにマガタ博士の声だったわ。それも可能よ。音声認識と音声合成を組み合わせればね。でも確かに手の込んだいたずらよね。男でもできるんだね。ええ、そうです、才川先生。なるほど。いかがです、先生、おかわりは？お願いします。
先生はいつもブラックですか？ええ。よかった、ミルクも砂糖もないから。先生いつもコーヒーには不純物を入れないって言ってますものね。あら、そう。ところで先生、ご趣味は？趣味？ホビーのことですか？特にありませんね。なぜです？いいえ、ちょっとお聞きしたかっただけ。